森岡城は岩手県森岡市にあった日本の城。国の史跡に指定されている。別名は小塚田城であると一般に理解されているが、厳密には森岡城の前身であり、両者は別の城郭である。森岡城は南部半南部市の居城である。西部を流れる北上川と南東部を流れる中津川の合流地、現在の森岡市中心部にあった。 河口岩丘陵に築上された連隔式、平山城である。本丸の北側に二の丸が廃され、本丸と二の丸の間は空堀で仕切られ、現在は朱塗りの橋が架かっているが、尊上当時は廊下橋が架けられていた。さらにその北側に三の丸が廃され、本丸を囲むように、腰車、淡路丸、酒木山車が廃された。本丸には、 天守台が築かれたが、幕府への遠慮から、天守は築かれず、天守台に、五三階矢倉が建造され大用とされた。あと、1842年に十二大理ズみにより、天守へと解消されている。白い花崗岩で組まれた石垣は、土類の多い東北地方の城郭の中では異彩を放っている。建造物は明治初頭に解体され、現存するものは少なく、 城内に移築された土蔵と、市内の法温前寺に移築されたとされる門が残る。なお、移築門については城門であった確証は得られていない。また、清水寺に、いずれかの門か定かではないが城門が、木津屋本店奥土蔵、岩手川に土蔵が再移築され現存する。また、徳清倉庫に、二の丸にあった環状奉行所の一部が移築されている。他、 日露戦争で戦死した南部下第42代当主南部利幸を表彰した騎馬像南部中移動像が1908年に建立されたが太平洋戦争中の1944年に金属教室で持ち去られ現在に至るまで台座しか残されていない現在の森岡城市は近代公園の先駆者である長岡阿比良の設計により 1906年に岩手公園として整備され、当地で学生時代を過ごした宮沢賢治の死碑や石川拓木のと刻まれた花火碑などが公園内にある。平安時代後期にあっては清原武則の追い立ちばな習いための本領として、道のく話記に記された逆仕方とは小塚田のことであるという説がある。安土桃山時代これより先、南部市の進化である。 福祉経前淡路が小塚田の地に設けた喜び全館が、すなわち本来の小塚田城である。福祉市は南部市が滅ぼした区の兵士と遠赤関係にあり、これを寄避した南部市が小塚田から福祉市を遠ざけたことにより、当地は南部市の居城となった。江戸時代石垣本丸二の丸2006年5月、岩手公園が開園100周年を迎えるにあたり、 森岡市は岩手公園の正式名称を変更すると発表したが数日後に愛称を設定するという表現に変更された。この発表は森岡市民にとって寝耳に水であり愛称を一般公募しないまま市が独自に選んだメンバーによる愛称検討懇話会にのみ図って候補名を提示したことでさらに市民の大きな不信を招き 地元メディアでも取り上げられ総論となった。同年8月に愛称を森岡城石公園と森岡お城石公園の二者択一とするアンケートを行い、森岡城石公園が賛成多数で決定、9月15日の岩手公園開演100周年記念式典で正式に発表された。この結果、道路標識、案内版や文書などでは、 森岡城石公園と変更するように進められている。正式名称では岩手公園のままだが実質的には名称を変更したのに等しい。実際に愛称選定の翌年の2007年9月に開始され森岡市が関わっている石垣ミュージックフェスティバルでは単に森岡城石公園としており愛称選定の際に言及していた。 の吹きは実施されていない。公園入り口の案内看板も同様に森岡城石公園の単独記載である。なお、岩手公園という名称は法的な手続きを経て決定されているが、法律上は開設された公園の名称を変更は想定されていないことから、正式名称の変更ではなく、公園の実態を表す愛称の設定に過ぎない。また、 愛称の対象範囲としては、岩手公園の区域が範囲となるが、これは、昭和31年に総合公園として、都市計画決定された後に、史跡の東側に隣接する地区も含めて整備された部分も含まれており、厳密には、森岡城跡の史跡指定範囲以外の建造物や、広場、駐車場などの区域も含んでおりながら、森岡城跡公園と称している。また、 さきのアンケートで、森岡城石公園が34%、森岡お城石公園が22%の賛成があったものの、愛称そのものに反対の意見が29%あった。岩手公園西文など、開園当時を忍ばせる造作物や、宮沢賢治の作品名に、岩手公園が存在するなど名称そのものの歴史的価値が生まれており、 愛称が正式名称より長い、観光客に誤解を与え混乱をきたすなど、解消には多くの問題が内在している。森岡城の周知を狙った施策ではあるが、天守やぐや城門などの城郭の復元もなされて、おらず、単に公園の名称を変えることで城の存在感を示すという動きには賛否両論がある。 100年間使用されてきた名称を変える明確な意義や効果が示されない以上、この問題は解決が困難である。森岡市によると、森岡城の復元に向けて、平成24年度に史跡森岡城跡整備基本計画を策定したほか、写真や設計図など移行についての詳細な資料を収集中である。2019年4月、森岡市は、 上記の史跡隣接区域に PFI 事業者による商業施設整備計画を発表した。8月には市公園緑化の人選による関係者懇話会が開催された。2020年度は当該区域の樹木伐採が予定されていたが、9月上旬の文化庁との協議で樹木を伐採しても史跡に指定されている城郭の前に眺望を遮る。 施設が立つのでは意味がないと補助金の交付に難色を示されたことから森岡市は同区域の伐採計画を2021年度以降に先送りすると発表した森岡城跡整備委員会の委員からも文化庁からストップがかかるとは衝撃的だ芝風広場には移行が埋まっている開発決定前に調査すべきだった基本計画を覆す 事業案は、おかしいなどといった不満が噴出した。文化庁の指摘に対して、森岡市の高浜安恒都市整備部長は、施設が建っても、整備基本計画書に記載された、支店上からの眺望は十分確保されると主張。市公園緑化は、整備基本計画と岩手公園 PFI の、整合性に、問題はないとしている。また同区域は、 今後遺跡が出土した場合、開発が規制される国の史跡に追加指定される可能性があり、日本城郭市学会森岡支部の上山人志,志、支部長は、芝生広場は、市内に唯一残された武家屋敷跡と解説。文化財が眠っている可能性があるとし、別の研究者も、芝生広場部分は、一般的な日本の城郭の、 三の丸に該当する重要な区域と指摘し、発掘すれば何らかの発見があるのではないかと語るが、四公園緑科の森勝都市課長は、現時点で史跡に指定されていないので、施設を建てても問題はない。民間事業者には、文化財出土の可能性を伝えているし、遺跡を傷つけないよう建設することも、技術的に可能との見解を示している。岩手公園では、 多くの市民イベント、県民中央イベントが開かれる。2006年、日本百名城に選定され、2007年6月から、全国規模の日本百名城、スタンプラリーが開始された。ありがとうございます。